で一人で階段を登ったり降りたりして植物を友達にして遊びました。その山の名前はキンプさんです。ハキハキと大人顔負けのスピーチで牧野博士の生涯を伝える女の子。高知市内の小学校の6年生で牧野植物園でガイドをするようになって4年になります。これしかないっていうのがもう生き方です。牧野先生の生き方自体とか牧野富太郎っていう人が好きです。もうそれが好きです。牧野博士をこよなく愛する女の子、聞いた人の心に花を咲かせるガイドに密着しました。あ、これかな。ヒロハコロンカっていう。初めて？初めて。牧野先生が見つけた植物です。高知市の長浜小学校の6年生、川本瑠香さんです。牧野富太郎博士に憧れ、2年生の時から月1回植物園でガイドをしています。皆さん、おはようございます。牧野富太郎先生は3歳から6歳の間までにお父さん、お母さん、おじいちゃんが亡くなったので、あまりにも悲しいことが続いたので、名前を清太郎から富太郎に変えました。ガイドには、博士の子供の頃のエピソードや、妻スエさんへの思い、植物と同じくらい音楽を愛したことなど、瑠香さんが自分で学んだことを盛り込んでいます。また、終盤では、より聞く人の心に響くように博士が読んだ歌を暗唱する場面も。朝夕に草木を我の共にせば心寂しきより不思もなし。朝から晩まで植物を相手にしていると悲しいとか苦しいとか辛いことを感じている暇がないという意味です。私は牧野富太郎先生が貧乏のどん底になっても諦めず努力した生き方が好きです。およそ5分間瑠香さんは一度も原稿を見ることなく訪れた人たち一人一人の表情や反応を見ながら話していました。ありがとうございました。心に響いてくるというか、なんかこう絵が浮かんでくるような、涙出るぐらいすごい良かったです、とっても素敵でした。子供だとか全然関係なくて、世代を超えて一人一人に伝えてる感じがすごく感動して、なんていうのかな、本当に牧野さんっていうもういなくなった人がここに現れてるような気がしました。牧野先生の良さとかも知ってもらえるところとか、たくさんの人に牧野富太郎先生のことを知ってもらいたいっていうことだったので、それ以上に牧野先生について知ってもらえたっていうのは嬉しいです。瑠香さんが牧野博士を知ったのは小学1年生の時、高知の歴史や食、偉人について学ぶ高知子ども観光大使育成プログラムを受講した際、博士の生き方に憧れ勉強し始めました。生き方が好きで、誰にでも思いやりがあるっていうところで、そういうところはやっぱり自分からしても学ばないといけないところっていうのはあるので好きです。瑠香さんは牧野博士に関する本を読んだり、ゆかりの地を訪ねるなどして知識を深めてきました。学んだことを少しでも多くの人に伝えたい、そんな思いが募り、2年生の時に自ら牧野植物園にお願いしてガイドになりました。
それ以来月に一度、新型コロナの影響で植物園が臨時休園になった時以外、一度も休むことなく、牧野博士専門のガイドを4年間コツコツと続けてきました。ルカさんに大切なものを見せてもらいました。ガイドの旅に書き続けてきたノートです。自分の今日行けなかったところとか、そのできなかったところを次にはもう直して、そのよりなんかお客さんに伝わりやすいように話せるようになるみたいな、そういうためにも書いてます。日記には辛かったことなどもありのままに書いています。ある日の日記には、喉が痛くて声が出ずガイドを諦めそうになりましたが、大勢の人を前にして何とか乗り越えられたことを記しています。くじけそうになった時も支えになったのは牧野博士でした。私の支えになるっていうか、その自分が落ち込んだ時とか、その自分が諦めかけた時とかに、そういう牧野先生のなんか生き方を思い出してごらんみたいなことをおばあちゃんに言われて、自分の本当の気持ちをなんか出してくれるっていう存在なのかなって思います。ルカさんは今年6年生。来年春には小学校の卒業と同時に、植物園で続けてきたガイドも卒業する予定です。そんな中、今力を入れているのが後輩にバトンをつなぐことです。ルカさんが期待を寄せているのが妹のキズナちゃん5歳です。物心ついた時からルカさんのそばでずっとガイドを聞いてきたキズナちゃん、大好きな姉に憧れ、来年のデビューを目指しています。牧野富太郎先生は高知県佐川町造り酒屋の一人息子です。牧野富太郎先生は江戸時代に生まれました。牧野富太郎先生は体があまりにも弱かったので、裏の山の階段を登ったり降りたりして植物を友達にして遊びました。その山の名前はキンプさんです。言うたね。うん、大丈夫。しか聞こえてない。大きな声でお客さんにも聞けるように喋りたい。絆には今はそのなんか話したらいいできみたいなだと思ってるけど、来年には牧野先生の良さを知って、自分が牧野先生が好きだっていうのをお客さんにも伝えられるようになってほしいと思います。なれると思うと、ちょっと時間はかかると思うけど、なれると思います。最後にルカさんに牧野博士のガイドへの思いを聞きました。やっぱり私が好きなところを全てもうなんか伝わるといいなって、お話で牧野先生のそうなんか性格だったりとか人柄だったりとかっていうのを知ってもらえたらいいなって思います。それを目標にして、残り頑張りたいと思います。牧野博士を愛する小学生ガイド川本ルカさん、その熱い思いでこれからも多くの人の心に花を咲かせていきます。